有機駅は、岐阜県伊比郡谷組村にあった、名古屋鉄道谷組線の駅である。長瀬駅と谷組駅の間に存在した駅である。周辺地域の過疎化のため、谷組線が2001年10月1日に廃止される、以前に廃駅とされている。1926年に、谷組線の前身である、谷組鉄道の駅として開業した。開業時には、隣の長瀬駅との間に、 長瀬茶所駅が存在したが、1958年に廃止されている。有形機の周辺地域の過疎化により、著しく乗降客が減少し、末期は朝夕の数往復の電車が停車するのみとなっていた。廃止直前には、乗降客数が1年間に、延べ138人すなわち1日平均では1人未満であった。利用客は、高校生一人が通学に使うのみで、 しかも普段は自転車通学であり、雨、雪といった天候不順の時しか利用していなかったという。よって、1日の利用者がゼロという日もあったという。1960年前後の年間の利用状況については、以下の通り。国土地理院、5万地経図谷組、1933年洋サム版、1947年、発行。 地方鉄道運輸開始、官報1926年4月13日、ABC、岐阜のちん、電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年郷土出版社、1997年、220から230ページ、ISBN4 から876700974、名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、 1994年882ページ。大島一郎、谷組戦争の歴史トレイル、岐阜新聞社2005年209ページ。ISBN978 から48億7797万963。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月、臨時増刊号。 特集名古屋鉄道、富津、名古屋鉄道路戦略図、大島一郎、谷組戦争の歴史トレイル、岐阜新聞社、2005年、217ページ。ISBN 978から48億7797万963。ポスト名鉄谷組戦有機駅廃止、鉄道ファンナン、no. バー352、公有者、1990年8月。 ピアニッシモ、106、ありがとうございます。